はい。海外に分ける。ああ。2回に分けることは多いよ。4、5回やな。4、5回。丸い玉。はい。ここで魚取れ。はい。流すか、これもう。ここも取って。はい。その出たとこで待っといて。はい。竹内来て、ここ。ちょっと馬力上げてこ。はい。まだ上げてそっちも手で引っ張ってはいいや。ふわっとの良さふわっとしましたね。はい出したけどもう上げなはいはいじわっと手を上げてはいはいまたじわっとはいThank you.
でかいですね。でかい。クラゲだけかと思ったけどね。クラゲやばかったやろ。はい。ほんまやばい。びっくりしました。え、俺もびっくりしたよ。え、今までで初やな。え、初なんですか。何百回。1000回ぐらい行ってるかもしれんけど、今まで初ですよあんな。え。まだ持った。まあ今旬やないけど。いやほんま初初。ちょっとトラブルっちゃトラブルやであれ。前のロープ取ってあります。ホスか、はい、はい、話し合い。これ洗濯バサミ挟めるかな。10個ぐらいここにパチ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 ってしながらやってみるか。そうですね。はい、帰ってきました。3匹持って帰ったんですけど、手しびれんかな。で、一応刺すみたいです。刺すみたい。食中で。これが、うおー、水クラゲですね。で、皆さん海水浴場等で見られてると思いますね。これですね、クラゲは基本的にプランクトンですね。動物プランクトンを食べます。ケンちゃん、エビみたいなね、形しとるわ。取れるか？さすがに無理やろ。無理やったけれども、僕ら2人の目には2ミリぐらいのエビが確実にいます。色のついたエビやね。ケンちゃんピリピリしてきたわマジで。手のひらは強いやん、はい、強いから痛くないけど、このね甲の方がなちょっとピリピリするからちょっと流します。はい、流します。で、視聴者さんどうやってね食うねんっていう話なんですけど、ちょっとねいろいろググった結果ですね、データがない。クラゲを食してるちょっとあるんですけれども、詳しく書いてない、説明してないみたいな感じですね。ということで、その数少ないデータと、あとはそこに自己流を加えさせていただいて、なんとかですね、食べるまでにしたいと思います。で、調べたところ、いわゆる中華クラゲを作るっていうことやと思うよね、ケンちゃん。はい。どうする？
まずこの水を抜かないとダメなんじゃないですか。そうやな、 95% が水って書いてます。あ、クラゲの 95% 水なんや、はい、で我々同様にですね、視聴者さんもこれがどういう形で食材になるのか、あと美味しいのかまずいのか、気になってると思いますから、まあ、必ずケンちゃんと最後まで、食べる形にまでにはしたいと思うんで、ぜひ最後までご覧くださいということですね。裏返すか、どうやって裏返すねこれ。こうかケンちゃん、こういうことやな。そういうこと、そういうことやな。餃子やな。世界初やろな、はい、でさあえ、どういうことや、こういうことでええんか、この向きやんな。そうです。よし、要はケンちゃんこれ水分抜けっていうことやったよね。はい、僕らなりにですね考えた塩を抜く方法2つです。1つは塩をまぶして、まあ、その塩分を抜く、よく魚の調理法でねそうやってやるときはあると思うんですよ。でもう1つがですね、このまま干してやろうかなと思いまして、まずそちらから干す方から試してみたいと思います。今日ドラッグストアでねこれを買ってきたんですよ。衣類に優しいピンチ、まあ、ピンチっていうのは多分洗濯バサミってことやんな。で、衣類に優しいってどういうことやって言ったら、ケンちゃんこれ広がっとるやろ、ここ。ああ、広いですね。普通もっとこうシュッとなってるやろ。はい。だからこれは衣類に優しいというか、クラゲにも優しいと思うんですよ、ケンちゃん。はい、まずこれで試します。はい、で、クラゲこう R がかかっとるやろ。はい。うん、だから、せっかくやったら綺麗に吊るしてあげたいやん。はい。本当にはいと思っとる？あ、もちろん。この人両終わり何しようやろと思ってない？それもちょっとあるやろ。ケンちゃんさ、R どれぐらいですか？あ、R 半径ちょうどティファールぐらいです。あ、ティファールのあるか。はい。これぐらいか、ケンちゃん。あ、ぴったりや。水クラゲ皿ですよ。こういうことやな、ケンちゃん。はい。もうちょっと左っちゅうことか。あー、そんなもんですか。いいね。ケンちゃん、俺ら夜中12時何しようやっちゃうやつじゃないけど。いけるな。はい。OK。帽子に装着して、はい、ください。はい。お、ケンちゃん、冷たいぜ。えぐってるよね。これクラゲに穴を開けてるだけな感じが。あ、手がピリピリしてきました。ガーレ、俺も押しとる。明日真っ赤や。ケンちゃん。はい。茶番やったな。茶番です。まあもうクラゲに使えるピンチはないっていうことやね、このように。はい、バネが強いからな。そうですね。はい、ということで、まあこういうことをですね、皆さんも明日からのぜひ生活にお役立てください。さあもうティファールは諦めて、ちょっとこれ火にかけとこう。何のために。いや、これは実験や。実験。せっかく取ってきたからな。焦げたら考える。またオリーブオイルをパラーっとしておいてね。で、巻きます。で、ティファールはもう終わったんで、この安い方の鉄板で、はい、これをまた同じように取れたてほやほやのクラゲやからね。もうなんか水分取るのが慣れた気がするわ。もうお手の物や。お手の物です。製品化してもいいな。クラゲ売れたらもう一生生活には困らないレベルです。塩で水分を抜くというなめくじ方式でいきましょう。ザッサーン。どれぐらいかけるんやろな、ケンちゃん。もう大量の方がいいんです。あ、そうなんや。まあまあ抜けるやろな、水分。はい、この裏側はかけなくて大丈夫です。フライパンに接している部分、塩かかってないじゃないですか。1日経ちました。洗います。さあ、視聴者さん、ちぎれちぎれではあるんですけれども、このようにちゃんと残ってるとこは残ってます。じゃあケンちゃん、ちょっと水にさらしておきますか。はい。さあ、さらしてる間に次の工程やっとくんですけれども、ケンと共に調べた結果ですね、どうやらまあ中華クラゲと同じような食い方をするのか。50センチぐらいの大きいクラゲを中華クラゲに使うんよね、普通は。だけどまあ水クラゲで今回代用するということなんで、まずはキュウリですね。キュウリを切ります。そしたらキュウリも、ケンちゃん、どういう切り方やろ。斜めに薄く切っていって、うんうんうん、薄く切ったやつを縦に細く切っていく感じです。なるほど、斜めに切らんと長さがないってことか。そうです。なるほど。ざっと重ねて、で、縦に切るってこと。はい。これは細切りね。で、これらを何で和えるんだっけ。醤油と、醤油と酢と砂糖とごま油とかですね。ああ、なるほどね。クラゲも細切りってこと。そうですね。切れるんかな。何でもいっか。ここ丼あるんで、これ利用して。
もう大体でやるっけんじゃん。はい、はい、醤油が大さじ1です。砂糖が小さじ1。はい、お酢が大さじ2です。大体まあまあ入れるんやな。はい、ほんで次はごま油。ほうほう、なんぼ小さじ1です。ちょっとやな。あとはで、塩少々。ここでも塩を使うんやね。ごまありますか。少々。少々。鷹の爪ってある。鷹の爪。割と何でもあるやろ。少々です。はい。で、終わり？終わりです。はい、はい。ケンちゃん、はい、および視聴者さん。これから、まあ、クラゲを食うわけですけど。え、まあ、視聴者さんはね、楽しみやけど、不安やな、食う方は。不安ですね。どっちが食う？先。それはマサトさんの。俺のチャンネルやから。それは。さあ、さらした後はこんな感じ。さあ、結婚式じゃないですけど、ケーキに言うとですよ。視聴者さん、なんて言うんでしょう、野菜みたいにですね、細胞とか繊維がないじゃないですか。だから、こんな感じに、なんて言うんでしょう、形にならないと言いますか。まあ、ケンちゃんわかるよね、これみたいな。ああ、なんかわかります、うん。で、なんかまだ水出てるね。うわー、そうですね。ね、水出てるね。なんか、嫌やね。うわー。水出てます。ケンちゃん、これもう、緊急事態というか、もう、水がどんどん出てくるね、はい、切ったら、はい、うまいな。入れたくないな。いきますよ、そしたらでかい方。こんな感じ。じゃ、きゅうりなしで、もう。ただ、この、あの、お汁にはつけさせてください。酢で、ちょっといきます。それでは。こわ。ピリッとしたの気のせいかな。うん。何ですかそれ。その顔は何ですか。ちょっとじゃあもう分からんから。これでいくわ、このまま。おいや、ほんま分からん。うん。結構味濃いから、酢の味が。聞こえる？コリコリ。あ、聞こえます。思っまず一つ目に入れるのは塩は抜けてない。めっちゃ辛いですよね。めっちゃ辛い。味はいける気がする。え、美味しくはないよ。で、まずくもないってこと。味がない。じゃあほぼ塩味。塩味食べてみ、はい、細いの選んだな。じゃあ僕もこのままで。あ、そのままいって、はい、ただ塩辛いだけやと思う、はい。味はしなかったけど、する？臭さとかある？ぬるぬるします。ああ、まあぬるぬるは、食感はもちろんよろしくない。どうすか？ああ。まずいです。